三重県立伊勢高等学校三重県立伊勢高等学校は三重県伊勢市神田久市本町にある県立高等学校かつては近隣の宇治山田高校と学校群を組んでいた通称は伊勢高、伊勢高南東文校の開校当初から本校の伊勢高校との関係は事務的、形式的なものにとどまり教員、生徒ともに人的交流は ほとんどなかったという。このことは、わずか2年で、南東文校が南東高校として独立したことからも明らかである。2006年11月に、朝日新聞において、高等学校必ず履修科目未履修問題が指摘された。具体的には、以下の点が問題視された。これに対し、三重県教育委員会と当時の校長は、学校の裁量の範囲としたが、 全校集会において校長が謝罪し、翌2007年にはカリキュラムが改定された。問題が指摘された2006年は、くしくも創立50周年の記念の年であった。各学年は一組、約40名の計8組で構成され、普通科は1から7組、普通科国際科学コースは8組に分類される。そのため8組においてクラス替えは行われない。 普通科の生徒は2学年から分離選択によって各組に分かれる。かつては理系に男子のみのクラスが1クラス、または文系に女子のみのクラスが1クラスできることもあった。平成31年度から普通科普通コースの定員を40名減らすという発表がされた。伊勢校の校風は自主自立、文部両道で表される。過疎化の進む南西地区にある伊勢は、 津市や四日市市にある進む学校に比べ、のんびりしたところがある。校則はそれほど厳しくもないが緩くもない。クラブと勉強を両立させている生徒も多くいる。生徒が高校生としての勉学、または生活をするという義務を果たしていれば、学校は服装等について特に注意をしていない。しかしその後不審者増加のため多少厳しくなってきている。また現在は、 ネックレス等のアクセサリーが全面禁止になった。なお、女子はスカート丈・膝丈が義務付けられている。伊勢高校には国際科学コースという特別クラスが各学年一クラス設けられている。これは1995年、平成7年の学校群制度解体に伴って個性を打ち出すために設置されたもので、事実上特進クラスである。 入学当初から明確に南関国立大学を目指す人に適しているコースで、授業の進度や強化、カリキュラムに関しては普通科と変わらないが、授業内容が濃い。進度については普通科よりも早く進みテストを別々にすることがあるが、最終的にはほぼ同じ進度になる。クラスや担任、一部教科の先生が3年間変わらないという利点があり、先生は、 クラスの状態を把握しながら3年間スムーズに授業を進めることができる。国際科学コースを専門教科を含んだカリキュラムだと勘違いする人がいるが、あくまでコースであるので扱い、学科としては普通科である。南西地区でトップクラスの進学実績で、生徒数の半数が国公立大学へと進学する。近隣の三重大学、名古屋大学のほか、京都大学。 大阪大学などの関西圏の大学への進学も多い。旧定大への進学率は10%から20%ほど。また、センター試験が近づくと学校は特別編成授業体制となりセンター試験のための授業をスタートする。テストは中間、期末、実力の3種類のテストがある。通常、中間、期末講座は授業の内容から実力テストは 問題集から出される。1弦45部の7弦授業を基本とし、木曜日は8弦授業を行う。各科目で小テストが頻繁に行われる。伊勢高校には校歌と2つの応援歌がある。応援歌を歌うことは校歌に比べて大変少ないが、校歌に先立って制定された。無所属の生徒も多い。ただし、学校側が発表した2005年、 平成17年の部活動加入率は95%で、ある、一人で二つの部活動を掛け持ちした場合、二人として計算しているため高い値になっている。そのうち、運動部への加入率は6割程度。2年の終わりに引退となるクラブもある。近年では、陸上部、男女バドミントン部など活躍が目立ち、全国大会への出場も果たしている。また、公式野球部は、 第86回選抜高等学校野球大会の21世紀枠に東海代表として推薦されたが、あと一歩のところで初出場を逃した。生徒会活動はあまり活発ではなかったが、活性化に向け2004年、平成16年から執行部改革が進められた。ここでは、生徒会に付属していない委員会についても記述する。伊勢高校の敷地内を 赤道、赤道と通称される坑道が通過している。赤道は、伊勢市立倉田山中学校から伊勢高校体育館横を抜け、神宮文庫の黒門に至る道路で、明治天皇が、広大神宮、内宮行行の際に通った歴史がある。伊勢高校の正門である旧正宇治山、田中学校の石の門は、この赤道に立っている。赤道は、 福音1メートルほどしかなく、通学に不便な上、一般の自動車が校内を通行するため安全性に問題がある。1985年、昭和60年3月に専用通学路が整備され、通学の問題は解決を見たが、赤道自体は行動のまま残されており、伊勢高校の教育環境整備上の課題となっている。伊勢高校の周辺には、 工学館大学、高校、中学、そして伊勢市立、倉田山中学校、三重県立伊勢学び高等学校がある。近年、伊勢市立厚生中学校からの進学者が最多である。また、島市から通学する者が増加傾向にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。